セルゲイ・ナワシン、セルゲイ・ガブリーロビチ・ナワシンは、ロシアの植物学者である。ロシア帝国サラトフ県、ボリスク地区、サレフシチナに生まれた。サンクトペテルブルクで学んだ後、モスクワ大学で、クリメント・チミラーゼフや、科学者のウラジミール・マルコフニコフに学んだ。1888年からイバン・ボローリンの下で研究し、1894年に植物学の学位を得た。 1894年から1915年の間、キエフ大学の教授を務め、キエフ植物園の園長も務めた。その後健康上の理由で、トビリシに移り、トビリシの大学の教授を務めた。1923年に、モスクワ大学の教授に招かれ、チミラーゼフ研究所を創設し、1929年まで所長を務めた。植物学上の業績としては、 奇死植物の重複受精の発見や合点受精の検出や不随染色体の観察で知られる。ナワシンは植物の学名で命名者を示す場合にセルゲイナワシンを示すのに使われる。ありがとうございます。